咳をしても一人。わびしさもあるが、どこかあっけらかんとした俳句である。作者は尾崎芳斎。漂白の俳人と呼ばれた人物である。自由律俳句を極めた芳斎は、一高から東京帝大へ進んだエリートサラリーマンだった。束縛された人生を嫌い、会社を辞め妻と別れ、自由を求めて寺男となり、一人きりであることを望んだ。たった一人になりきって夕空。今日4月7日は芳斎記。Poète solitaire et vagabond. Vision.